気が早いですが、ドジャースのワールドシリーズ初戦のチケットを見ています。ネット裏ペアで537万円。あくまで現時点でのもの、シーズンシートホルダーの優先枠分が販売に出されているだけだと思うので、通常であれば平均価格は10万円から20万円の間で落ち着く、と思っていますが、それでもむっちゃ高いんですけどね。高っ。一人270万弱か。経営的にポストシーズンの戦いは儲かるんやね。チケット代がこんなに高いとは知らんかった。ヤンキースやドジャースなどの人気球団の WS は恐ろしいほど高額でやり取りされとる。富豪のたしなみ。怖い怖い怖い。Y 留学中行けると思ったけど無理だなこれ。チケットの値段じゃない。どこのチームとか関係なく、自分の推しチームが勝ち上がると信じて買うのかしらね。高すぎていつか行きたいと夢見ることもできない。大谷の試合を現地で見たって孫の代まで自慢できるよ。おとなしく日本で TV 観戦することが最善だと知った。読売ジャイアンツ東京ドームの年間シート価格はバックネット裏64試合で一席230万円や、ワールドシリーズ1試合見るのにそれ以上必要だなんて桁違いや。チケットお高いけどハリウッドスターとか来そう。転売とかじゃなくて正規でこの値段ってすごいな。今でもマイナーや独立リーグなんかはまだ気軽に見られるだろうけど、ドジャースはもうお金持ちのための球団になってしまったな。これ正規の値段か？転売対策だけはしっかりしてほしいな。強気設定すぎる。儲けられそうやな。そもそも、ドジャースワールドシリーズいけるんか。先発投手陣がここまで崩壊すると、相当程度厳しいと思われる。相変わらず投手陣の怪我人が多い。ビューラー、フラハキと山本の3人でポストシーズン乗り切れれば、あと欲を言えばグラスナウが復帰できれば、ワールドシリーズの前にポストシーズンには出れるけど、ポストシーズンでまともに戦えるかどうかだな。